どうもこんばんは。もう夜遅いんで寝ます。睡眠薬を飲んで、今ゲームのね配信を結構力入れてやってるんですけど、まあ今モンスターハンターワールドと、ドラゴンボールカカロットをメインでやってるんですけどね、それ以外にもまあゲームのソフトはいっぱいあるんで、どんどんとこれから面白いソフト、マイナーからメジャーなタイトルまで、いろんなやつをね力込めてやっていきたいと思ってますんで、応援のほどよろしくお願いいたします。あんまようさんねっていっぺんに手出してもなかなか攻略できないんで、まあだいたい3本ぐらいを常に回していって、攻略していって、でまた新たにっていう形で進めていきたいなと思っております。だから今モンスターハンターワールド、まあ、これがいずれアイスボーンに変わるんで、アイスボーンに行くまでにもまだ時間がかかるんで、カカロットの方もまだ時間がかかるんで、あともう一本何かね RPG をやりたいなと思っております。一つはファイナルファンタジーが今候補に考えてるんですけどね、まあまだわからないですけど、まあいろいろ考えて、配信していきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。応援のほど。なんせゲームね好きなんですけど下手くそなんで、なかなか前へ進めないんですよね。今のドラゴンボールカカロット戦もベジータ戦で今すごいつまずいてるんですよね。勝てないんですよ全く。必殺技が出せない、出さないっていうか出せない。なんでやろうな。まあ基本的操作プレイがまだ覚えてないからかな。もう指がちぎれそうです。指紋取れんのんちゃうかな思うぐらい連打をしてるんですけどね、なかなか倒せない。
困ったもんだ。なんとかね。まあモーハンワールドも今つまずいてはいるんですよ。50分タイムアウトばっかりしてるんですよね。攻めきれないっていうか、モンスターをつかみきれない、逃げられっぱなしで、逃げ足の速いやつなんですよ。またヘタレゲーマーなりに頑張っていきますんで、応援のほどよろしくお願いいたします。明日は訪問看護さんが来てくれる日なんでね、まあ楽しみにしてます。なりたいよ本当に。それでは皆さん、いい睡眠をとってください。それでは おやすみなさい。バイバイ。